い、ここは成田ステーションでございます。なぜ成田ステーションに来たかというと、でででで、んはい、この怪しい2人は何でしょう。どうも、怪しい2人です。怪しい2人です。今日は福洗いとひまわりサロンの共同イベントということで、農業体験、はい、よろしくお願いします。どんな感じでやるんでしょうか。さつまいもの苗植えを。おお、初めて。そうですね、まず収穫してもらいます。皆さんにお昼ご飯のお野菜を取ってもらって、僕らはそれ回収して、うん、調理場直行して、その道中にもう皆さんその次の畑行って、はい、さつまいもの苗を植えていただきます。でみんながエステラコスタやってる間に、僕らが作ったものを畑に持ってって、その畑でみんなでご飯食べようかな。いやー、最高ですね。楽しみ。ちょっといっぱい汗かいていただいて、あの熱中症だけは気をつけてください。ありがとうございます。畑に来ました。現場です。おお、あー、こんなにあったんだ。ね、はい、のむりんです。のむりんさんです。どうも、初めまして。初めまして。はい、のむりんです。よろしくお願いします。あ、今日ひまわりちゃんが俺よりちっちゃい。おおお、嬉しい。嬉しい。嬉しい。なんかいつもみひまわりちゃん。そんなにでかいんかい。そんなでかいんかい。見上げてるけど。はい、はい、皆さん今日はこんにちは。今日は久保さんと福渡りと私ひまわりの、まあ、共同農業イベントということで、初めて農作業やる方もいると思うんですけど、あの楽しむ、楽しいっていうのをちょっとベースでこうみんなで楽しく話しながら交流しながら農業体験して、その後みんなで美味しいもの食べるっていうのをやりましょう。こちらからなんかお願いします。よろしくお願いします。福渡りの、よろしくお願いします。農業って楽しいだけじゃないっていう部分が皆さんお分かりだと思うんですけど、その中でまず入り口としてやっぱ楽しかったな、また行きたいなっていう経験をどうやったらできるかなっていろいろ試行錯誤して、ひまちゃんと相談とかした時に、あのこういうのはどうですかっていうのが今日の一日の流れだと思うので、もしあの不平不満があれば全部ひまちゃんにでもなんかあの我々 の、 あのインスタ DM でもいただけたらと思います。今日は一日どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。こういうところですね。こういうところ。おお、オレンジの地下、オレンジ地下ってやつで。オレンジ地下っていう、はい、あれ。いた、はい。あれや。これどう撮るの？あ、もう映ってる。映ってます。僕のカメラで映ってます。映ってます。そうですね。これは。めっちゃいい匂いする。もうでも感覚ですね。感覚。はい。農業は勘と加減って言われたんで。え、これここ一気に全部撮っていいですか？一個ずつ撮っていい。これがまだできてない。わ、わ。いや、ちょっと食べてみてください。はい。え、食べていいんですか？はい、いただきます。はい、上がる、上がる、天上げ、上がる。うま、おいしい。味濃、色がすごいですね。これもすごいですね。綺麗です。いいんですか？はい、ありがとうございます。しますか？これを食べてみたいと思います。実食。お、ね、味濃い、ね、味が濃い。今までのトマトは僕は何を食べてきたんでしょう。めっちゃうまい。ひまさん大量ですね。すごい色がまたすごい、色がね、すごい。これがアイコで、これがもういわゆるミニトマトですね。これ見た目こんなに綺麗だけど、味がもうそれ以上に濃い。整備中のナスなんです。はい、ナスですね。はい、続々と出てきて。おー、すごい。おー、すごい。もうでかくなってる。そう、こっからどんどん出てくる。普通だもんな、ナスは。すごい。これでもいっちゃ上がり。いっちょ上がり。てれれれってれー。一気ですね。あ、トゲあるわ、これも。このナスはね、小太郎くん。このナスね、後でカレーに入れてみんなで食べよう。やったー。
いな。はい、来ました、ありがとうございます。ありがとうございます。いやすごい、すごい来た、すごい、何これ、すごい、すごい、わがさんの、わがさんの、お前が開発した、開発し た, 発した、何ですか、機械が、トマイくん、トマイくんが作ったあれを、あれをちょっとお願いします、スペシャルマシン、はい、これはあの抽選で一人の方に、はい、これを使うことでどうなるんですか、見てる、はい、はい、あるこの大体この2節ぐらい置いて、ここがもう挟まるようになってるんで、これをもう、おお最先端マシン、最先端、すごい、おおお、早い、慣れたら早い、すごい、すごい、引き続き作っていきます、はい、ありがとうございます。たまえくん、たまえくんが作る最新マシン、これはすごい、一気にいきますね、ブスブスいきますね、おすごい、すごいぞたまえくん、おっと、小沢長男が行きました、皆さんお疲れ様です、うわーい、まみさんです、はい、まみさんです、はい、今日は農業体験で張り切ってます、張り切ってます、美味しいお芋が秋には食べられるめっちゃ元気、まみさんはここは初めて、ここ初めて、こっちは初めて、うん、この前来た時はあれ、生姜、あ、植え付けとかもやった、はいはい、うんうん、さっき取ったトマトは実はマミさんが何、あ、芽かきっていうのあれ、うん、打って、あと植え止めて、うん、それをさっき取ったんですね、そうね、めっちゃ美味しかった、ってさあの子たちがあんなに成長しても嬉しいって感じお母さん、 ありがとうお母さん、ママよノムリンどうですか、美味しいですか、めちゃめちゃうまいありがとうございます、本当に、うん、めっちゃ美味しいから、このナスも今取りたてのナス、はい、すっごい美味しい、いや、うん、最高です、はい、ありがとうございます、美味しそうですね、美味しそうです、もりもり食べてください、皆さんどうですか、美味しいですか、おお、すげえ、さっき取りたてのナスですね、これナスとトマト、うん、あ、トマトも、うん、美味しそうや、食レポの仕事も来ますね、これ。来ます。語彙力美味しいしか言ってない。いや、もう全然。超美味しいです。超美味しい。超美味しい。超美味しい、いただきました。ありがとうございます。もりもりでーす。やったー。みんなで美味しくカレーを食べてます。美味しい。美味しいですか。いやー、一生懸命やったんで美味しいですね。美味しいでーす。はーい、美味しいいただいたよー。はい。はい、今食べてます。やっと。いろんなことがありましたが、美味しいカレーにたどり着きました。うまいですね。美味しいです。小渡りの野菜、うん、てんこ盛り。そして今日、みんなが収穫したナスとトマト入りです。うん。おぉ。ほんと行きたいってこと？いただきまーす。どうぞ。うん。本当に美味しい。オレンジも取りたかったけど。うん。このままガチャガチャって。はい、今日は農業イベントということで、クワタリのこちらは渡里さんです。どうも、渡里です。クワタリのインスタグラムを見てくれてる方はわかると思うんですけど、あの一番登場する現場の人です、渡里さん、はい。今日作業したのは、まあ、収穫と、あと、さつまいも苗。苗植え。やっぱ実際やってみると、あ、こうやってやるんだとか、そういう気づきがありますけど、動物性の肥料使ってないんですよね、クワタリは。そうですね。ね、ほとんど草か木のチップか米の飲み殻ぐらいですね。で、なんか実際農業やってみてどうですか？なんかその大変ですか？ご飯が美味しくなります。おー、はい、朝家出て帰るのも夜で、はい、楽しみがご飯ぐらい。あー、でもいいですね。そうですね、なんかご飯が美味しくなります。あー、なるほど。今体力使って、はい、もうずっと日のところにいて、もう働いて、そうで、やっぱ太陽の光浴びると
セロトニンがもうバキバキにくるんで、バキバキにくる。そうだから幸せですね。あ、幸せ、幸せを感じる職場ですね。いろんな野菜やってるじゃないですか。その服あたりの野菜どうやって、あのあれですよね、宅配宅配で、はい、インスタで言えばいいですか。インスタで、はい、DM してもらえれば、DM すればサブスクみたいなやってますよね。その定期みたいな、はい、うん、あの無農薬で、しかも若い25歳の農業チームでやってるので、まあ応援っていう意味も込めて、皆さんぜひ福あたりのお野菜を食べてみてください。めっちゃ美味しかったです。ぜひよろしくお願いします。なんかめっちゃ気持ち悪い。よろしくお願いします。泣いてる泣いてる。本当にあの味はちょっと頑張ってるんで。うん、でも味が答えですよね。そうですね。でもなんかここ来て本当あのみんなが仲良さそうっていうか、なんかなんていうの、若くてなんか楽しんでやってるのがすごいいいなと思った。仲間みたいな、本当そう、仲間感がすごい。仲間は いつでもあの募ってる、募ってる。そっか、そうだ、シンプルにね、作業をするあの農業の人いっぱい手伝い来たら嬉しいですか。めちゃくちゃ嬉しいです。今日一人だったら丸一日ぐらいかかった作業。1時間くらい、1時間ちょっとぐらいやりましたね。助かります。みんなで行きましょう、農業。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。世界で日本の食べ物とか農法とかって実はめちゃくちゃなんか注目されてるんですね。さようなら。食べたいと。なんで農業かっていうところで結構いろんな方に聞かれるんですよ。大きく分けて2つあるんですよ、はい、1個が18歳の時のメキシコで、もう1個が20歳の時のドバイ。あのメキシコ、これが僕の人生で一番最初の大きなポイントで、何があったかって言ったら、みんな笑ってるんですよ。おみんな笑ってて、